皆さんこんにちは。ウェイトリフティング競技のリオデジャネイロオリンピックに出場しました中山陽介と申します。私がリオデジャネイロオリンピックに出場した際には県民の皆様方からものすごいご声援をいただきまして誠にありがとうございました。おかげでものすごい力を出すことができました。今日は私からは椅子を使ってできるストレッチを紹介したいと思います。よろしくお願いします。それでは椅子に座りながら行いたいと思います。まず椅子に腰をかけまして、先ほど山梨学院大学のラグビー監督の梶谷先生がやってました大きな深呼吸、ここから始めたいと思います。大きく腕を伸ばして肩甲骨を縮めていった後に、今度はそのまま腕を前へ持っていってください。で、前へ行ってそのままできる限り腕を前へ前へ伸ばしていくと、今度は肩甲骨が伸びていきます。で、これを何回か繰り返します。後ろに持って肩甲骨を縮めて、そこから腕を前に伸ばしていって肩甲骨を伸ばしていく。これをじゃあ3回行います。肩甲骨を縮めて、腕を伸ばして前へ肩甲骨を伸ばします。はい、では、次に、体の、体側部分を、伸ばすストレッチを、紹介します。まず、右手を、上に上げてください。そのまま、右手を上げたら左の方へゆっくり、傾けていきます。1、2、3、4秒ぐらい傾けましたら、また4秒かけて戻ります。1、2、3、4で、これが終わりましたら今度は左腕いきます。1、2、3、4その時にこの体側がすごい伸びるので、それを感じながら行ってください。1、2、3、4これを2セット行ってください。そうしましたら今度は腰を伸ばすストレッチを紹介したいと思います。まず椅子をちょっと浅めに座っていただいて、足幅をちょっと肩幅ぐらいまで広げます。その後、つま先をちょっと外側に向けてください。で、この開いた足の間に今度体をこうやって入れていきます。これも4秒かけてゆっくり足の間に体を入れていきます。それではいきます。1、2、3、4これはできるところまでで大丈夫ですので、ゆっくりこんな足の間に体を入れていってください。この時に、ね、だんだん腰が伸ばされていくと思います。そしたら今度はゆっくりまた4秒かけて戻ります。1、2、3、4もう一回いきます。1、2、3、4 1、2、3、4で、腰のストレッチになります。そしたら今度は、足の、ちょっとした筋トレを、したいと思います。足幅は、先ほどと同じ肩幅ぐらいに、構えてもらって、ここから、腰を曲げて立ちます。1で座ります。で、立ちます。この立って座るっていう動作なんですけども、これを10回行ってください。3、4、5、とりあえず5回ですけども、これを10回やってもらうのを2セット合計20回やっていただくと、結構足の方この裏のところとか根元の方が、結構筋トレの効果になりますので、ぜひ試してください。それでは、最後に足の指のトレーニングを、行いたいと思います。
用意していただきたいのが、今日は雑巾なんですけども、タオルでも代用ができます。雑巾を用意していただいたら、足元に敷きます。でこの上に、足を、乗せます。でこれで足をこう曲げる、伸ばす、曲げる。でこれを繰り返して、こう雑巾を自分の方に手繰り寄せるように、雑巾を手繰り寄せてください。でこれが、転倒防止、それから、神経系の、神経系が研ぎ澄まされますので、とても、有効なストレッチになると思います。以上で、私の、ストレッチをしょ、以上私のストレッチでした。まだまだ、コロナウイルスの、脅威、猛威が振るっておりますが、皆さんもぜひ3密、密集、密閉、密接、これを、避けることを心がけて、一日でも早く、コロナウイルスに、が克服されて、明るい、また元の日本に戻る、山梨に戻ることを、向けて頑張りましょう。頑張れ山梨。